皆さんこんばんは、やすさんです。今日はですね、このご時世で手指消毒の消毒液がですね、不足している、またはね高価格になっているということで、今日はですね我が家で作ってみようと思いまして、撮らさせていただいております。はい、それでは今回消毒液を作らせていただく材料です。はい、こちらです。じゃん、スピリタス。こちらですね、ポーランド産のウォッカでございまして、なんとアルコール度が96度もあるという凄まじいアルコールになっております。こちら、水こちらで薄めて消毒液にするということでございます。で、消毒液を噴霧する容器はこちら、100均で買ってまいりました。こちらを使ってまいりたいと思います。それではですね、早速作ってみましょう。こちらですね、50ミリリットル入っているということで、50cc ですね、こちらをまずは計量カップに測ってね、やってまいりたいと思います。キャップ開けてみました。ちょっとね、匂ってみましょうかね。わ、めっちゃ消毒液の匂いこれ。はい、結構強烈な匂いしますね。さすがアルコール 96% や。はい、それではですね、先ほど開封しましたこちらスピリタスをケールカップに入れます。もう全部入れちゃいますよ。はい、精製水はこちらになります。こちらね、ドラッグストアで売ってます。表記にコンタクトレンズ用と書いてますが、これ書いてないのもね、中の成分はもう全く一緒ということでございます。じゃあこちらね、キャップを開けて、はい、じゃあ入れましょう。水を今 10cc ですね、はい、入れましたので、こちらを容器に入れて混ぜたいと思います。はい、今ね、容器に移し替えました。こういう感じでございます。じゃあこちらをね、混ぜます。これぐらいかな。はい、じゃあこれで完成です。ちょっとね、量が少ないので、もう少し多く作りたい場合はスピリタスをね、多く購入する必要がありますね。じゃあちょっと使ってみましょう。さあ、じゃあ使ってみましょうかね。ゴシゴシして、どうですか？匂いして。なんかいい香りやから、なんか僕来ていい。はい。かけすぎやな。かけすぎやな。どうですか？気持ちいい。気持ちいい。よし。なんかすごい。はい、私もね、手のひらに噴霧してみました。これね、やっぱアルコールのね、独特な匂いがします。はい、以上になります。今回はですね、アルコールのスピリタスから作る消毒液をご紹介させていただきました。非常にね、簡単に消毒液作れますので、はい、こちらね、スピリタスもなかなかね、最近ね、手に入らないと聞きますが、もしね、ご自宅にある方はこうやって作ってみるのもいいのではないでしょうか。はい、以上でございます。ありがとうございました。やすさんでした。